昨年ネットを騒然とさせたモーニング娘。のライブで披露した松岡さんのバキバキの腹筋、わずか1ヶ月で作り上げたそのトレーニング法を披露。体育大の友達に使える筋肉はいらんと、見せかけの筋肉だけつけさせてくれって言って教えてもらった腹筋法がありまして、それで1ヶ月で割れました。どうやんの？あ、じゃあどなたか。あ、じゃあ後藤さん一回ちょっと、じゃあ寝てください。まずちょっと楽にしていただいて、で触ってもいいですか？いいですよ。お腹のこの下腹部、結構下の方に力を入れながらちょっとふーって言いながら状態だけ起こしてください。ふー、あ、そうです。でキープです。これで10秒キープしてください。3、4、これで5、6、7、8、9、10で、この後、あ、ダメ、ちょ、なに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 、まだダメ。落とさずに、落とすギリギリで上がる状態起こしをこうやってやってください。1、2、3、4、ここです、ここです。6、7、まだ9、10、ストップです。で、そのままちょっと状態をこうねじって、あっち向きに、あ、足は痛い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 、この送信機痛い、送信機痛い、痛い、痛い、送信機の上でそれはこうやってたら痛いわ。結構あの使わない筋肉使うので、ふーってなりますよね。でも徳井さんはね、もうバッキバキに鍛えてポールダンスもやって体すごいことになりましたから、ちょっと腹筋見して。あんまり芸人がバキバキの腹筋見してどうやみたいな嫌やねんけどな。ポヨンポヨンやねん。どうしたの？どうしたの？どうしたの？このスラッシュなんやねん。これは猫です。猫、猫が俺のお腹の上でこうやって寝とってん。ほんならリビングで自動餌やり機のウィーンって音が鳴ったわけよ。ほんなら餌や思って俺の腹を思いっきり爪でガリーって見て、いいなってなって。